に活力、オレンジパワー。もう暑くなりました。夏本番やなっていうぐらい暑い。なかなか梅雨も来てくれんけど、昨日は陽気の土砂降りでありまして、それはそれで困ったなと思いよったら、今日はめちゃめちゃに暑くて、たくさんの方が汗をかきながら大変なところをお集まりいただきましたこと、まずもって心より感謝申し上げます。本当に皆様ありがとうございます。今日ここで42カ所目となります。今香川県全域で50カ所のこのような対話集会を開かせていただきまして、1から2、2から3と少しずつ前に進めてまいりました。すべてボランティアの皆様方に支えていただいて、今日のこの集会も開くことができました。皆様のお家のポストの中に封書が入っていたかもしれませんが、その封書も一つずつ一つずつビニールの封筒の中にボランティアの皆さんが手作業で丁寧に入れてくださいました。そしてまたオレンジパワーとか言うて大きな宣伝カーがぐるぐる回りよったかと思いますけれども、その運転も詰めてボランティアの皆さんがしてくださっております。今日もオレンジ色の服を着て、そしてこの会場の設営、駐車場のご案内、玄関のご案内と、すべて多くの皆様方に支えていただいて、本日まで私上松恵美子集会を進めてくることができましたこと、まずもって多くの皆様方のお支えに心より感謝申し上げます。改めまして本当に皆様ありがとうございます。参議院議員の上松恵美子でございます。もう6年の任期もあと1ヶ月切りました。短くなったこの中で必死になって今元気に頑張らにかんということで頑張らせていただいております。後になって振り返れば、おそらくこの1期6年目は多くの日本で激動と変動であった。このすごい激動と変動の中を1期6年目を迎えたんだと、後になってそう思うだろうと思うぐらい日々大きな出来事を乗り越える毎日でありました。本来だったら日本の歴史上まずは起こらんやろうと思われていた政権交代が、この1期目の間に2度も起こってしまったわけでございます。野党で当選させていただき、政権交代が起きて、与党で3年3ヶ月与党をお預かりして、また政権交代が起きて野党になる、考えもしなかった。もっと言えば、私自身初めて出馬をした9年前、まさか2期目のこの選挙無所属で出るなんていうことさえ想像もしていなかったことでございます。しかしながら歴史の変動と激動の中でいろんなことを乗り越えていくところで、今このような状況の中、私は来月行われます参議院議員選挙、無所属で戦う覚悟で今進めている最中でございます。与党を経験した野党と野党を経験した与党が政権交代をするたびに立場が変わって、今の内閣をただただ批判して、そして足を引っ張ったって、もうこの国の発展はないというところまで私の思いは尽きております。もっと言うならば、先輩方、昨日まで大臣の椅子に座っとったんだったら、それが与野党を逆転してただの議員になったからといって、今の内閣をただ責めて批判して足を引っ張って、それではあなた方は昨日まで何をしてきたんだという責任感はどこにあるんだという思いが私に芽生えてまいりました。もう与党や野党や言うとれん、どちらが政権取ったって大したことできんかったんだったら、この国民の今の危機感をしっかりと受け止めて、せめて地方の景気の回復ぐらい力を合わせたらどうや、
民主党と自民党と公明党、ありえない3党が合意をして消費税の増税法案を可決した。だったらば民主党と自民党と公明党、もう力を合わせて景気回復するしかないじゃないかという思いでございます。私は今日本の地方の景気は本当に冷えている、非常に厳しい状況であるというふうに受け止めております。自分自身も地元で風呂屋をやっております。非常に景気に敏感な職業でございます。今時家に風呂のない家ありませんから、倹約しようと思ったら風呂は家で入るんですよ。ですからわざわざお金払うて外のお風呂入りに行くのはよほど余裕がなかったらできないことでありますので、非常に景気に敏感な職業でございます。そういった意味においては私は今地方の景気経済の回復に一番に力を注がせていただきたいと思います。アベノミクスなんか危ういな、景気がような料理言うけど全く自分たちと違うところでこの日本の景気経済が動くような気がいたします。第一次補正予算が組まれたアベノミクスについて集中審議が行われました。2月の18日、私自身も安倍内閣に対して60分の時間をいただきまして、このアベノミクスについての質問をさせていただいております。今これは NHK の中継が入りますけれども、中継を見逃しても YouTube、 インターネットの YouTube で再生してみることができるんですけれども、今このアクセス数が13万7000件を超えたところになりました。普通予算委員会に質問500件から1000件ぐらい再生されるんですけれども、異様に大きな数字に膨らんでおります。全国から多くの激励のメールもいただいております。国会に行かせていただきまして、6年の間ずっと予算委員会に座らせていただいておりました。予算委員会はご存知の通り花形委員会と言われております。その理由は2つあります。1つ目は内閣総理大臣はじめ全ての大臣が揃って座っているところで質問をし、どの大臣にあるいは総理に質問しても許されるという委員会でございます。2つ目は NHK のテレビ中継でずっと映し出されているテレビの入っている委員会がこの予算委員会でございます。この2つの理由で花形委員会と言われる予算委員会、6年座り続けるということは非常に厳しいいじめに遭うんですよ。みんながこの花形委員会やっぱり座りたいと思ってらっしゃいます。先輩にはいじめられ、同僚には無視されて、その中を乗り越えてやっぱりでも座り続けないかん、いつでもありました。多くの質問を各内閣総理大臣にぶつけてまいりましたけれども、テレビの中継が入っている時はなかなか他事はできるもんでもございません。予算委員会が終わって夕方自分の部屋に戻ってから資料の読み込み、あるいは自分の質問、いつ当たってもええように準備をしておかなければなりません。玉込めというんですけど、玉を込めておいていつでも立てろと言えば立てて打って帰ってくる、これが予算委員会に座り続けるやはり最低限度のルールでございます。で、週末が来ますと地元に戻ってきて、また月曜が来たら東京に戻っていく、その繰り返しを1年間続けていた時、1年目に10円ぐらいやったら可愛げなんですけど、800円ぐらいのハゲができとったのに気がつきまして、あーやっぱりこの植松もデリケートなところあるんやなと思いました。女性の秘書が心配して、これ風吹いたらハゲが見えるけん、ブログ塗っとったらどうですかや言うて言われたんですけれども、それも6年目が来て非常に乗り越えてきたら、どの総理であろうがどの大臣であろうが私自身の思いをぶつけて帰ることができるようになりました。私は予算委員会に座っている間、あるいは立てている間、自分自身が香川の選出の議員であるということを誇りに思っておりました。地方出身の議員、あなたたちふるさとはありますか？私には香川県がふるさとでございます。この地方の代弁者として、あの椅子で立ち上がるときにものすごく誇り高い思いで
総理大臣はじめすべての大臣に質問を投げかけておりました。今衆議院と参議院与野党を合わせて国会議員の数何本あるかご存知ですか？722名もおります。ようけおるけん減らさねいかんって国民の皆さんおっしゃるけど、その通りです。減らしたらいいと思います。そしてもう一つ、議員になる前どんな仕事をしょったか、どんな経験の持ち主か、これは政治家になった時に背骨の部分を作る重要なことであるなと私が感じ取ることがありました。社会保障と税の一体改革、野田内閣で最優先課題と言われた消費税増税法についての審議時間、衆議院と参議院合わせて約100時間に及ぶ審議がされました。まず衆議院から始まって50時間ぐらい審議した後、衆議院で可決をされて参議院に回ってきます。そしてようやく終わりかけの80時間から90時間目になった時に、民主党の当時桜井政調会長が上松ちょっと来てくれと言って呼び出されました。1時間テレビ入りの時間を上げるから野田内閣に対して消費税についての質問、中小零細企業の立場、またそこで働くより人たちの立場になって1時間野田内閣に質問してくれんかと言われたわけでございます。いつですか？明後日立ってくれ。えらい急ですね。どうしたんですか？何かあったんですかと聞きますと、100時間に及ぶこの審議時間を取っているにもかかわらず、一人として小さな企業の経営者の立場で、あるいは商店の経営者の立場で質問に立った議員が一人もおらんということを国民の皆さんがテレビを見てお気づきになって、これはどういうことやと、我々の立場で質問にも立たずにそうやって消費税が可決されていくのはけしからんというお叱りの電話がたくさん届いたそうでございます。そこで急遽上松に立ってほしいと言われたわけでございますが、他におらんかったですかね、中小企業の話できる人と桜井政調会長に聞きましたら、当時民主党の参議院で小さな企業で働いたことのあるもの、そこの経営をしたことあるものは上松恵美子たった一人でございました。日本の企業の 99% が中小企業、働く距離人の7割が中小企業にもかかわらず、そないようけ議員がおるのに小さな企業で働いたことのある経験者がほとんど存在しないのが今の国会の様子でございます。しかし本来国会の議論というのは社会の縮図の中で議論されるべきで、いろんな職業の人がいろんな立場で議論して交わして、そして決定していくことが必要やと思いますけれども、確かに見渡すと大きな会社で働きおった人ようけおります。元官僚何々省出身という方たくさんいらっしゃいます。またあれ経験言うんでしょう、松下政経塾いうところでとる人もようけおります。また女性の場合は地元のアナウンサーの方がたくさんおります。毎日のように夕方のニュースを地元で読むアナウンサーは顔と名前が売れておりますので、出馬をしたら落選をすることなく当選をしてくるわけであります。しかしながら社会の構成している図から見れば、少しというかだいぶ偏りのある集まりの中で議論がなされているから、我々生活者と国会の議論が大きくかけ離れているということを、私自身もあの予算委員会に座っていながら毎日のように感じ取っておりました。社会保障と税の一体改革、まず今アベノミクス何やかんや言うておりますけれども、円安によって燃料代が上がりました。そして電気料金は8月から 10% 上がると言われる。そして食料品がとうとう上がり始めました。バナナを見たらよくわかります。輸入品でございます。一頃5本で98円だったものが、もう今日この頃は298円にまで上がっております。約3倍に値上がっているのです。そういった食料品や生活必需品がどんどんと上がってきたけれども、中小零細企業で働いている人の給料は上がらず、年金は10月から下がっていく、そういった状況の中、もう10ヶ月です。1年を切りました。10ヶ月後に消費税が 8% になっていく、そして再来年に消費税が 10% になっていく、
確かに社会保障に財源が必要だから、どっかからお金をもろてこんかったら今の社会保障が継続していくことは不可能だということは理解はできているけれども、ほんまに大丈夫かということを私たちは考えていかにかんのが政治家であると思います。政策の未行に生活者の姿が見えるのが政治家であり、政策だけを論じるのは評論家で十分だと私は思っているからであります。そんな中、中小零細企業は今 67% の企業者が価格転嫁をして2度も値上げをして、お客さんからお金を消費税分もらうことは不可能だと回答されておりますが、このことについて総理あなたはどう考えますかと投げかけました。そうしますと岡田副総理が手を挙げて答弁に立ってきました。イオンの息子です。イオンの息子がどう答えるかと言いますと、 G メンを配置します。公正取引委員会の OB の人たちをもう一回雇い直して、そして G メンを配置して、大企業が中小企業にちゃんと消費税分を払えるかどうかきちっとこれ調査をして、はびこらして何かあった場合は摘発するというようなわけのわからん答弁がありまして、それやったらまずイオンから調べに入ったらええのになと思ったんですけれども、副総理、1997年消費税が 3% から 5% に増税されており、同じく G メンを配置いたしておりました。しかしながら全国で G メンによって摘発された件数はたった7件しかないのはご存知でしょう。それこそ税金の無駄遣いだからやめた方がいいですよと申し上げましたけれども、なんか絵に描いた文字とか机上の空論ばかりがくるくると予算委員会の中で回っていて、私たち実体経済、大企業に父下請けが物言えるわけないじゃないですか。なかなか取引がそこで停止されてしまうから、少々のことだったら我慢して我慢して中小企業は乗り越えてきているという立場がなぜこの議論の場に上がってこないんだろうかというぐらい、実体経済とかけ離れたところで議論がなされていることが、私は生活者と国会の大きな隔たりを作っている原因であると思っております。私自身は高松市の生まれ育ちでございます。生まれた時からクレーン屋の娘でございます。クレーン言うたら穴のやつです。これ古いクレーンです。父親がただのというクレーンのメーカーの技術屋で勤めよったんですけれども、27歳の時にあのクレーンを一つ買うて独立をいたしました。父親がクレーンの運転手、母親は事務所で電話番をして2人で始めた会社です。工事現場で重たいものがついたらちょっとクレーン呼んでくるわと言って、運転手付きでクレーンが行って、そして工事現場で重たいもの吊り下ろしたらまた車庫に戻ってくる、これがクレーン屋でございます。私がお腹におった時からこのクレーンの会社を始めましたので、生まれた時から隣にこの重機がありました。しかしながら経営して3年間はもう借金でお客さんもなかなかつかずに大変な3年でございましたので、私が生まれても一つも面倒を見てやれんかったと母親は言っておりますが、運転手さんが外に面倒を見てくれたと思います。こんまい時の写真、本邦初公開自転車に乗ってクレーンの周りで車庫で遊んでおりました。お父さんとお母さんの仕事が終わるのを待ってから家に帰りますので、宿題するのも事務所です。遊ぶのは車庫でした。えんちゃんどいとけよー言って運転手さんに声かけられて、大きなクレーンがドーンと帰ってくる、あー一つずつ帰ってくるのを迎えながら今日も仕事終わったよなと言って運転手さんと話をしておりました。大学を卒業した時、バブルの絶頂期でございました。この工事現場や建設現場で働くことを若い人たちが嫌い始めました。 3K の職業といってテレビや新聞に流れました。 K とはきつい、汚い、危険な仕事。そう言われるとなかなか若い人たちはわざわざ仕事をしようと思わんようになったわけでございます。腹が立ちました。だって人の仕事に勝手に 3K って名前つけるなと。それやったらいっぺん私も乗ってみようかなという気になりまして、
男女雇用機会均等法ができた翌年の卒業生でございますので、移動式クレーンの免許、それまで男性にしか取れなかったものが女性もとってもええことになりましたんで、ほんなら一つ乗ってみるわということで、移動式クレーンの免許と大型特殊車両の免許を取って、ちっちゃなクレーンに乗って現場で働きおりました。日本で一番下手くそなクレーンの運転手やったと思いますよ。恐ろしげにして運転してひょろひょろと行っておりました。山奥の方やら道端のコンマイコンマイ現場しか入れてもらえません、下手くそですから。だからトイレもないような現場が容器ありました。自転車乗って近所の人のところにトイレ借り持って、そういった仕事をしておりました。トイレを見れば職業の歴史って分かります。今国会議事堂に行けば男性トイレと女性トイレ、いつも並んであるわけではありません。バラバラについております。なぜならばご存知の通り、この国は女性には参政権さえもともとなかったわけでございます。国会議事堂の中で男性と女性が一緒になって議論をするなんていうことは想定されておりませんでした。だから女性が入って仕事をするようになって、ようやく女性のトイレを後からつけていったので、場所がバラバラについているのが今の日本の国会議事堂のトイレでございます。上松さん目立つで、そのオレンジの服着とった本会議場どこっても分かるでと言われますけれども、確かに女性の割合があまりにも少ないので、女性がこういう色を着て座ると目立つだけなんです。今国会での女性議員の割合は実はたった1割なんです。本来女性は半分5割占めていてもいいのに、女性の割合はたった 10% でございます。四国に目を移すともっとひどい状況でございます。四国、皆さん目の前におる上松恵美子さん、たった一人の女性議員でございます。中身は男やけどね、見た目は女なんですよ。徳島に行こうが、愛媛に行こうが、高知に行こうが、もう女性の国会議員は見当たりません。ここ香川でたった一つの議席、上松恵美子、一生懸命守らにいかんと思っております。こういった状況の中、次の参議院の出馬状況を見ましても、他県は女性は立候補さえできておりませんので、ここ香川の1議席守るか失うかによって女性がゼロになる。本来だったら増やしていかにいかんところでありますのに、ゼロか1かを奪い合う、そんな状況が今四国の状況でございます。バブルは崩壊いたしました。公共工事を森総理が3割削減すると言って、その翌年からクレーンはずっと展示会みたいに車庫に並び始めるわけであります。我々民間で働きよるもんは、時代に合わせて自分の働くことを変えていかなければならない。事業転換を今迫られている中小企業たくさんありますよね。新しい商売始めにいかん、新しいこと始めにいかん、中小企業の社長さんは人と会えばそんな話をずっとしてらっしゃる。の中で私自身もその壁にぶち当たりました。そして2年3年かかって考えた挙句、高齢化社会にふさわしい新しい仕事を始めようということで、あの車庫を取っ払って穴を掘って始めたのがあの風呂屋さんだったわけでございます。この風呂屋をして私自身政治家の道に入る芽生えを持ってしまったのは事実でございます。朝6時から深夜の2時まで営業をしております。そして深夜の2時から朝の6時まで掃除をしています。24時間誰かがあの中で働いている現場でございます。最初思いました。夜中や明け方ほんまに働いてくれる人おるかしら、そういう不安がありました。もし誰じゃ来てくれんかったら父さん母さん一緒に掃除しようで言うて始めたんでございましたけれども、意外なことにこの夜中若い女性若い男性が働きたいと言って出てきてくれるわけであります。あなたはなぜ働くんですか、聞きましたら、子供のためですよ。あなたはなぜ働くんですか、家のローンが落ちなくなりそうだから働きたい。昼間小さな子供さんを持ってるお母さん、保育園に預けたら保育料が高いから自分が家で面倒を見ます。
そして旦那さんが帰ってきたら夜子供を預けて、自分が今度は働きに出て明け方帰っていく。昼間トラックに乗っている若い運転手さん、荷が動かなくなって給料が下がるどころかボーナスやって全く見込めない。家のローンが落ちなくなり始めた。だったらもう一つ仕事を掛け持ちして夜中も働かせてほしい。ダブルワーク、新聞には載っているけれども、実際に2つの掛け持ちをしながら働いて家計を支えている人たちと一緒に、私は仕事をしながら、なんかこの世の中おかしいと思っておりました。昼間働けば800円時給、それが夜中に働けば1200円になる。この400円の違い、大きいなということ、私たち普通に国民なら分かる話でありますけれども、じゃあ今政治家がこの400円の違い、大きいな、重たいなと思って、本当に議論に臨んでいるかということでございます。何十億何百億という税金を無駄遣いにしたり、あるいはこの道わしがつけたんやと大きな口を叩いているけれども、その税金は私たちが1円10円100円契約して働いて、しかも子供のため家族のために働いたものを納税しているにもかかわらず、わけのわからん無駄遣いがどんどん続いている。これは社会を変えていかない、政治を変えていかんかったら働いても働いても報われんだろうという思いが私の中に芽生えてきたわけでございます。36歳の時でございました。民主党から参議院選挙に出ないかと声がかかったわけでございます。むちゃくちゃな話ですよ。何の政治経験もないし、参議院選挙は1区2区3区関係ない、全部選挙区なんです。広い選挙区で、女性でしかも30代、2週間考えましたけれども、悩んだって一緒なんで決断を下さないか、だったら出ようと言って出たのが36。よーっけ笑われました。何考え、こんなの通るわけないやろ言うて、全県中の人たちがそんな言うてくださって、なんでそんな言われるんかいの、なんでそんな言われるんかいのと思った通り、その時は落選を見事にいたしました。しかし3年の間、多くの方々に助けていただいて、この島に、この香川県は瀬戸内海の島だけでも人が住んどる島が24あるということを分かりました。脱線したおかげでございます。一つずつ渡っていって、その島の様子を見て帰ってくる。そして10万人の方たち、いろんな職業の方たちと3年間かかってお話しして握手して、39の時2度目の選挙、8時に投票箱が閉まって、8時5分、日本で一番早く香川県民の皆さんのおかげで植松恵美子国会へと送り出していただいたわけでございます。そしてこの6年間、本当に私自身、この志だけはぶらすことなく、地方の代弁者、汗水垂らして働く人の代弁者であり続けたいと、そう願って仕事をしてまいったつもりでございます。皆さんから見たらいつも飛び跳ねて変わったことする議員かもしれませんけれども、軸足はプラスたらいかんという思い、この信念だけに基づいて6年間仕事をさせていただきました。一番最初に会った総理大臣、安倍総理なんです。その次、福田さんと麻生さん、政権交代して菅、違う、鳩山さん、菅さんで野田さん、政権交代してまた安倍さんに戻りました。よう言い出してもいいかねますよこれ。次々と総理大臣が変わってまた安倍さんに戻る、えのみたいなでしょう。これだけコロコロと内閣総理大臣が変わり、政権交代をしたのに、この国の政策がほとんど変わろうとしなかったことに、私は忸怩たる思いがございます。野田さんと安倍さん、都市格好がよう似てますから、好きな映画が全く同じであります。三丁目の夕日が好きやと二人とも口を揃えて言うておりました。昭和30年代、日本がものすごく勢いよく経済が伸びていた頃、あの頃を背景にした映画でございます。野田さんも安倍さんも、もう一度この国をあの時代のような日本に戻したいとおっしゃいました。
私は野田さんと安倍さんにもう戻れないということを自覚すべきだと申し上げました。この頃の日本は元気だったし若かったんです。国民の平均年齢が27歳の日本でございました。あれから50年経ってこの国に東京スカイツリーができましたけれども、今日本の国民の平均年齢は45歳まで高齢化が進みました。これは世界で一番年上の国になったわけでございます。 EU 諸国38歳から40歳、アメリカが36歳、中国が28歳、27歳と同じような時代を生きている今の諸外国はベトナムとかインドネシアでございます。3年前にベトナムに行きました。めちゃめちゃ元気やし若いしエネルギッシュでありました。ものすごく元気でした。たくさんのオートバイが自動車よりもたくさんバンバン走っております。一つのバイクに3人乗っとる国民見たことないな、これよう法律許しとるなと思っておりましたけれども、バンバンとバイクが走っております。道端には炊飯器と冷蔵庫とテレビが大事そうに売られているわけでございますけれども、それを見て私思いました。お父さん一生懸命働いて、いつかはこのバイクでなくって自動車買おうねと言っている国民であり、炊飯器や冷蔵庫が欲しいなと言って働いている国民の皆さんは元気やし、また自動車も家電もどんどんと売れる国であります。しかしながらここ日本にまだリーマンショックからこの景気を立ち上げようとするときに、必ずどの政権であっても自動車と家電にエコポイントをつける。ポイントをつけたら確かに少しだけ売り上げが伸びるけれども、ポイントが切れたら必ずそれが途切れて売り上げが下がってきておりました。こんなことを繰り返しているどの政府になっても変わっていないことに、私自身なんでこの国は変えようとしないんだろうという思いがあります。自動車産業あるいは家電産業、この国の基幹の産業であるので、大切にして、そして外国にまだまだ売り続ける体力を持たせていくことは非常に重要でありますけれども、この国にもう一つ新しい産業、もう二つ新しい産業を作っていかなければならないのに、まだ後ろを振り返って同じものにエコポイントをつけているこの国の景気対策に疑問を持ち始めておりました。新しい産業を立ち上げていくことが、いわゆる今新聞で連日のように書かれておりますけれども、いわゆる成長戦略とはこのことでございます。私自身まさかこの参議院選挙の前になって新聞に毎日書かれる成長産業成長戦略になるとは思いませんでしたけれども、6年の間この国の成長戦略について仕事をさせていただいておりました。新しい産業ごと作っていかなければならないのに、今のアベノミクスの3つ目の矢は成長戦略がなかなか的を得ていないと思っております。スタチンという薬がございます。高脂血症とかに効く薬でございますけれども、カタカナでスタチンと書きますので、日本製ではありません、アメリカ製でございます。しかしこの薬最初見つけて研究をして治験まで進めていったのは日本人の博士遠藤明博士とおっしゃいます。途中でどんどんと治験を進めていきますと、副作用があるかもしれん危険だからといって前例のない開発はここでやめてくださいと言って厚労省の役人が来まして、そこでストップをかけられてしまいました。新しい薬を作っているのに前例がないと言って厚労省がストップをかけている、これがこの国の現実であります。そこで諦めきれずに遠藤博士はアメリカの2人の博士にこの研究を引き継ぎました。ブラウン博士とゴールドスタイン博士、この2人の博士がアメリカでどんどんと進めていって最後薬に作ったわけであります。この薬は今世界中の人が飲みますから、1日に4000万人の方に投与されております。
1年間の売り上げはこの薬1つで3兆円の産業になっております。今トヨタの産業がトヨタ全機種打って年間22兆円でございます。薬1つで3兆円であるわけでございます。その上ゴールドスタイン博士とブラウン博士はこの2人はこの分野でノーベル賞を受賞いたしました。皆さん同じ日本の国民としてこの話を聞いてどう思われますか。私は全く同じ質問を野田総理にいたしました。野田総理、あなたはこの国のリーダーとしてこの話を聞いてどう思いますかと野田総理に尋ねました。野田総理はもったいないですねとテレビ中継の前で言うておりました。もったいないなら私たち国民一人一人の感想とほとんど変わらない。政治家としてこの研究者がここまで頑張っていたのに後押しするどころか足かせを作ってしまったということは申し訳ないと思わないかんし、二度とこんなことが起こらんようにいわゆる環境整備を早く進めていかなければならないんではありませんか。日本でメイドインジャパンとしてスタチンを売ることができた3兆円の売り上げは日本のものであったけれども今アメリカのものになっているわけであります。完成研下で医療イノベーション室が立ち上がりました。成長戦略、医療の分野でやりたいという思いで立ち上げた医療イノベーション室です。この室長ナンバーワンについたのが中村祐介さんという博士でございます。この方はがん細胞のゲノムの解析で有名な方でございましたけれども、室長について1年後この国には国家戦略がないと言ってアメリカに出ていきました。予算も権限も与えてくれず、ただただ会議だけを並べて、そして各省の省益ばかりを論ずるようなこの国には国家戦略がないと研究者が言ってアメリカに出ていったわけでございます。室長代理岡野さん、ナンバー2は岡野博士でございました。この方は細胞シートの研究を進めております。神戸の界隈でやっておりますので、いつも予算がない予算がない、研究費が足らんといって金策に走っている研究者でございました。しかしながらこのナンバー2も1年後研究の拠点をアメリカとフランスの政府の予算を研究費をいただいて外国に移しました。もしこの細胞シート2015年に完成する予定でございますけれども、完成すれば年間の売り上げは10兆円でございます。しかしながら目前で菅さんはその2人の研究所を外国に持って行かれたのに、その行かれたことさえ気がついておりませんでした。古川さん、国家戦略担当大臣にあなた一体何ができるんですかという質問をぶつけました。国家戦略のない国は成長していかないからでございます。細胞シートで10兆円、そしてスタチンという薬で3兆円、合わせたら13兆円、トヨタが22兆円なんだったらトヨタやホンダ並みの新しい産業をこの国に作っていくことが成長戦略であるにもかかわらず、政治家が全く無関心、あるいは政治家が足かせになっているということに気がついていないことに私は憤りを感じております。このことを野田総理、菅総理、野田総理、安倍総理へとずっと続けてぶつけていくわけでありますけれども、菅総理は先ほどに言った通り興味さえ持ちませんでした。野田総理、世論が後押しをしてくれます。テレビ入りで質問しますと見ている国民の皆さんが首相官邸にガンガンと電話を入れてくれました。それは後で野田さんご自身から伺った話でございます。そして10日後でございます。質問をして10日後にようやく野田総理、薬事法の改正に言及をしました。これによって野田総理、野田内閣の最後の方にようやく薬事法の一部改正にまでこぎつけることはできましたが、内容はまだまだ大したことではありません。医療機器、簡単な医療機器の審査期間を大幅に短縮をして許可を下ろす。しかしながら
大きな一歩踏み出せたのも事実でございます。そして今安倍総理が成長戦略4はこれから引き継いでいるものでありまして、安倍総理にも2月の18日医療の分野を成長戦略として位置づけるべきだということを申し上げましたら4日後でございますけれども、医療戦略室設置を発表しております。私自身大きな期待がありました。とうとう長年取り組んできたこの医療がようやく成長戦略として毎日のように新聞に載っているわけでありますから、大きな進展があってもいいと思っていたんですけれども、安倍総理の出してきたこの成長戦略を見てがっかりしております。女性の雇用を促すためになんか役職者に女性を増やすとか、ネットで薬売るんやとか言うてるレベルがもうどうしようもないなという気が私はしております。成長戦略とは新しい産業をこの国に建てていく、そしてトヨタやホンダみたいな大きな産業としてもう一つの産業をこの国に作っていくダイナミックな政策が私上松恵美子の提唱している成長戦略でございます。なぜここにこだわるか。今この国の医療費は毎年1兆円ずつ伸びていってしまっておりますが、前例のないものの開発はこの国は苦手でございます。官僚が仕切っておりますので前例がないことにはまず踏み込まないので、医療機器や薬というものは全くこの国でなかなか完成品を持ち合わせていないんです。ですから外国のものを買って医療の現場で使っておりますので、この分野は貿易赤字年間1兆7000億円なんです。だから日本で作れるようにすれば1兆円ずつ医療費が伸びていったとしても、たとえ伸びたとしても国内にお金が落ちます。国内の会社が大きくなります。雇用が増えます。税収として戻っていきます。このシステムを早くに作っておかないから、この少子高齢化の時代をなかなかお金が集まらん、税収が集まらんといって乗り切れなくなっているのが今の日本の姿です。もう2つ目は、次の世代、じゃあこの国の国民は一体何を打って食べていくかを政治家は考えたことあるんだろうかと思っております。いつまでも自動車と家電だけを打って食べていけるには限界があるということはもう皆さんもお気づきのはずでございます。新しい売るものを今のうちに完成して作って国民に持たしとかなければならない。これが本来政治家のやる成長戦略である。今この国は世界で一番年上の国であるならば、後を追って諸外国もだんだんと年を置いてきます。その時に今のうちに作ったメイドインジャパンの医療機器や医薬品を今度は子や孫の時代外国に売って食べていけるように今作っておくことが私たちの本当の政治家の仕事であり、次世代が食べていく種を植える仕事、これが成長戦略であるにもかかわらず、女性に育休3年出すんやって、とんちんかんなこと言うとる場合じゃないでしょうというのが私の思いでございます。経営者から見たら3年育休もろたら、えらいこっちゃなとも3年後に帰ってきてくれたって困りますよ。浦島太郎みたいに、なんちゃわからんのに3年休むとか、そういうとんちんかんなことばかりを今成長戦略で出しておりますけれども、本来私が思う成長戦略は次の国民が食べていく種を今植えて産業として地方に置いていくことが私の最も主張したい部分であります。10年もすれば今東北は最新の技術研究所いろんなものが東北優先で作られております。今の内閣の顔ぶれを見ても東北出身がたくさん占めています。東北が今復興が最優先課題であるからです。しかしながら10年もすればかわいそうになってくるのは四国やと私は思っております。過疎化が進み若い人が働く場がだんだんとなくなっていくのであれば、大企業に四国に支店を出しませんか、工場作りませんかという時代はもう終わったと思っております。産業ごとこの国が立ち上げてそれを地方に置いていくことが本来の地方の活性化につながると思っております。お隣の韓国、分かりやすい成長戦略で言えば韓流ドラマがあります。あれ国家戦略でやるんですよね。
ドラマを作ってどんどんと海外に売っていく。うちのお母さんあれ大にハマっておりまして、40巻ぐらいビデオを借りてきたんですけど、ちょっと面白いですよね。あんなもんを国が集中して予算をつけて、で海外に売って食べていくというシステムを作っているのが韓国の国家戦略であるわけです。恥ずかしいことに日本の官僚が考えた、また今回の補正予算の成長戦略、日本のドラマに字幕スーパーつけるに補助金出すやいて、なんで人の二番煎じばっかり後追いをするんでしょうか。つまり前例がないことに突き進む勇気がなかなかないんですよ。官僚の皆さんは優秀です。知識も経験も豊富です。しかしながら責任を取れる立場の方ではありません。本来新しいことを始めるには政治家が決断をして実行に移させ、そして何かのリスクは私たちが取るから、どうか皆さんの高い能力を発揮してくださいと言わなければ、この成長戦力は前に向いて進まないんです。だから安倍さんにあなたの決断と実行と責任を取る覚悟があるかと問うたわけでございます。この政治決断ができない政治がずっと続いているから、今この国がなかなか進まない、疲弊感そして閉塞感だけが漂っているわけであります。前例のないことは少しずつでも進めていかなければなりません。香川県で小学生から糖尿病検査を導入することが決まりました。これは全国で初めてのことでございます。実は25年前から私の今住んでいる、嫁に行って今三木町に住んでおるんですけど、三木町の松原さんというお医者さんが血液検査によって学校での健康診断を実は始めておりました。データが25年分溜まっております。もう子どものうちから 20% の子どもが成人病になりかかっております。 10% の子どもが糖尿病になりかかっていることが分かりました。だったら子どものうちは薬を飲まんでも食べ物を変えるだけで3ヶ月で6割正常値に戻すことが可能になるということも分かっております。だったら早いとここの血液検査を学校の健康診断の現場に持ち込んで、将来医療費がこれだけ伸びて困る困る言うんだったら病気を専用に予防をしていくことも大事なんじゃないですかと平野博文文科大臣と小宮山陽子厚労大臣に提案をさせていただきました。平野博文文科大臣が答弁に立ってきました。委員のおっしゃることは確かに正しいし、将来の医療費を抑えることができると思いますが、しかしながら前例がございませんと言い上がったんですよ。新しいことを始めるのに必ずこの官僚の書いた答弁を読んでくる大臣にへきへきしながら、しかし負けるわけにはいかんと予算委員会が終わって部屋を出て、大臣を捕まえて、大臣もうええ加減始めませんかと、香川県が前例を作ります、モデル県にしてください、香川で始めさせていただきたいということで、香川に厚労省や文科省からの役人を派遣してもらっていろいろと会議を開い、去年から香川県では血液検査がスタートしております。それは成人病に限っての血液検査でございましたが、今今年からこの5月です、11日の新聞、糖尿病の検査も導入されたわけでございます。そして私の住んでいる三木町はもう一歩進ませていただきました。成人式に一遍帰ってくるんですよね、出た子たちが。成人式でもう一回血液検査をさせてもらって、子どもの頃異常値があった子が本当にしっかりと正常値に戻っとるかどうか追跡調査をできるようにしました。なかなか前例がない、前例がないと言って前に進まないこの国でありますが、そんなことを言ったらもうこの国は立ち行かんようになると思っております。与野党の攻防や足を引っ張ったり批判することも、もうこの国でそれ以上やっとったってしょうがない。新しい道を作っていかにかんのになかなかもごもごして、諸外国の前例の後ろから追うていきよる。一番年上の国やのに他の国の真似をしようったら、なかなかトップを取れないような状況になっております。上松恵美子、ずっと提唱してきたこの国に新しい産業ごと持ち帰ってくる、そんな成長戦略、アベノミクスで言うたら3つ目の矢に当たる部分でございますけれども、ぜひとも2期目お預かりをして、できるならここ四国に産業ごと持ち帰るぐらいの勢いで成長戦略的に当てさせていただきたいと思います。
ぜひとも皆様のお力添え賜りますようよろしくお願い申し上げます。今日は長時間にわたりましてご清聴誠にありがとうございました。